何が面白いってやっぱこの並べてる時が一番楽しいからな。いけー、クレジオバース4回目の本能のパンチ、んーピッチ。どうもこんばんは、コメントショーと申します。今回はクレイジーイレブンというデッキを紹介していきます。その前にですね、猿先月ですかね、私の好きな志村が他界しました。なのでおじちゃんおばちゃん役の志村が着るような服着てます。ご冥福をお祈りいたします。大好きだぞ志村。ということで、クレイジーイレブン紹介していきましょう。ですね、今回のデッキ紹介なんですけども、今回のデッキ作るのはとても簡単でございますね。自分の愛用しているイレブンテリーのデッキにですね、クレイジーボーナスを1枚から2枚お好みで突っ込むだけになっております。キラのレミかな。で、今回はロマンデッキの花形クレイジーボーナスを使ったデッキになります。狙うのは過ぎ去りし時を求めての効果で、連携のカードがコストがマイナス2されることでございまして、ここら辺のユニットですね、トンネラー、かくれんぼ、ナイトキングがコストマイナス2になりまして、なおかつ攻撃力が2で揃っております。クレイジーボーナスが手札にあれば、まあ、基本的に2のゾロ目でクレイジーボーナスの効果が発動するというデッキになっております。クレイジーボーナス自体が7コストの77のスタッツです。まあ、標準スタッツぐらいかな。それプラス効果が発動すれば3枚ドロー、単純にこれだけでも強くないですか。それで今回狙うコストがマイナス2されるってことは、実質ですよ、マイナス6コスト下がった状態でカードを3枚ドローできる。これだけを考えるとクレイジーボーナスは1コストの77の3枚レジェンドドローのカードになるわけです。異論は許します。なかなかガチだと思うんだよな。まあこれが強いかどうかは使って皆さんが使ってみてですね、判断していただければ一番いいかなと思っております。では動画へどうぞ。どうもこんにちは、コメントショーでございます。ではここから後付け実況でよろしくお願いします。今回はイレブンテリーですね。ついにガチのデッキを紹介する時が来てしまった。後にこのデッキがレジェンドトップたちのデッキ構成を狂わすことになるとは。お相手はロトミネアは珍しい。どんどん削ってきますね。ですがこちらはイレブンテリーなんで、ナイトキングの回復があるのがでかいですね。かくれんぼを召喚でターンエンド、続々と連携モンスターが来ますね。いいですね。おっ、ついに来ましたね。クレイジーボーナス主役の登場です。次のターンはロトを使ってテンション上げてターンエンドと。俺のターンだで2連続でクレイジーボーナスが入っていました。え、やだ、私のハンド重すぎ。早速クレイジーボーナスが2枚入ってることが裏目に出てますね。やたら重いですからね。1枚でいいんだ、クレイジーボーナスなんて。そしてお相手は銀のタロット。ロトでかくれんぼを取ってきました。で俺のターン、4コストですね。ラプソンが来ました。やっぱね、このデッキ使えるね。さすがバトルチャンネルのデッキをちょっといじくった、ちょっとだけいじくっただけのことはあるな。さすがです。で回復してターンエンド、これでかいですね。相手は困ってるでしょう。で次はコドラ、面白いのが入ってますね。これは神竜が入ってる予感がします。で5ターン目の俺のターン、大防御も入ってました。ここで大防御でコドラ取らなくてもよかったかもしんないですけどね。まあ、セミモグラがトンネラがいたので取ってきましたと。で相手のターン、王女救出で取られます。でロトがレベル3になりました。でバルーンバを召喚。つうか次の段発売されたら神竜が落ちちゃうんだけど、もう俺のライバルズの楽しみの3分の1ぐらいを神竜が占めてたのに、もう震えが止まんないマジで。お、これはテンションアップだけして終わりました。ゾディアックコードですかね。この流れは強いですね相手。でこちらはグレートマムーを召喚。こいつも強いですよね。まあ神竜とかをケアして持っとくってことも考えたんですが、まあどんどん使っていった方がいいですね、このデッキの場合は。そしてどう考えても手札のクレイジーボーナスの邪魔感は否めません。7コスト今のところバニラですからね。走りトカゲを召喚。これかなり持久力があるドラゴンミネアのデッキですね。しかも竜王一閃を使って処理してきます。テンションを貯めるのがうまいミネアのデッキではかなり有効な必殺技ですね。
最近 HP が高いユニットがいっぱいいる環境なので、まあそれもいい選択だな。考えられたらデッキですね。うん。で、一心同体を使っていきます。で、自分のターン、連携を使ってグレートマムを召喚していきます。やはりミネア相手にはいっぱい盤面に展開してバンバン顔を詰められるのがとても自分も使っていて辛いので、まあ、そういうところを意識してやってますね。で、次のターン竜王一戦を入ってきますね。強いですね。1コストで取られるのはかなりきついです。しかもブラックドラゴンも、ブラックドラゴン使ってる人初めて見たかもしれない。最近初めて見たっておかしいけど、強っ。お相手のブラックドラゴンが強いですが、こっちは盤面を崩さずに盤面を展開して顔を詰めていきたいですね。で、シュプリンガーを召喚します。で、シュプリンガーへの作戦はダメージ無効とダメージ与えた相手を倒すという作戦ですね。次のターンの神竜をとっても恐れてますね、これは。で、テンションスキルでブラックドラゴンを倒していきます。これで盤面は結構強化されましたね。ここまでかなりいい動きだと思います。で、お相手のターンは絶好調になって神竜ですね。いいなぁ、神竜ロマンあるなぁ。しかもブラックドラゴン入ってましたからね。そんなロマンある。で、バルーンバも入ってます。キースドラゴンまであるのもでかい。 HP がかなり回復されますね。ドラゴンデッキのキーになります。この神竜とキースドラゴンがないでドラゴンデッキって、次の段はどうなってしまうんだ。そして運命の9ターン目ですね。これまでの盤面の有利をどんどん使って盤面をまっさらにしていきます。ここで神曲とともに勇者11の発動です。悩ましい。ここだけ 1.3 倍速を解いて等倍速で流します。最高や。ここからは覚醒したドラゴンミネアとガチのボコり合いです。お相手エッチな本、お相手エッチな本。そしてニコスのブラックドラゴンを出してきます。強すぎる。ニコス88で、バルーンバで根気してきます。強すぎだろう。しかも暗黒魔導が入っている。これは何のゾンビテリーかな。ゾンビテリーとこの多分神竜ミラーを警戒している。めちゃくちゃ面白いデッキだな。暗黒魔導初めて見たな。つうか初めて見たな暗黒魔導。暗黒魔導に興奮してんだけど、なんかしてやられた感強っ。もう暗黒魔導とか卑怯じゃん。なんかそれだけで面白いもんな、何されるよりも。で、ファーリー掃除を召喚したんですが、絶好調にされて、太陽のタロットを使われてこの状態になっています。なぜか飛ばしてしまいましたと。で、面白いですね、月の波動も初めて見ました。月の波動を使って取られますと。で、待望のトンネラー言霊使いナイトキングで攻撃力2点の一列ができました。相手は感づいているでしょうか。いや、意識外でしょう。いけー、クレイジーボーナス。ビッグボーナスでもない、小ボーナスでも。2枚目のファーリー掃除が来ました。これはすごい引きなんじゃないか。もはや当たりは完全にファーリス王子1枚だけな気がするけど、いや、まあ強い強いよ。だって盤面がなんかすごいことになってるもん。盤面強。しかもね、合計6コス下がってるからね、実質1コス77のレジェンド3枚ドローでしょう。うん、でもこのレジェンド2枚使うかってなるとそうでもなさそうだから、なんか微妙で、竜王一戦を使ってクレイジーボーナスを処理してきます。で、お相手取れるんでしょうか。ヘルス4ですが、仁王立ちコンビは
取れない、これは来た、これはやらかしてしまいましたね。お相手そのまま残っちゃう、ぽっかり王の玉座が空いている。これは2回目おかわり、ちょっと見守りましょう。クレイジーボーナスおかわり、これはビッグボーナスだよ。で、冒険者が3枚来る、冒険者テリーなんでしょうか、これは。これは強いと言わざるを得ないっつうか、ロマンの塊と言わざるを得ない。もう処理しても処理しても湧いてきますね。盤面が尽きることがありません。メルヴィンとか全く使わねえな、このデッキ。普通は結構活躍するんだけどね。さて、何にしようかしら。お相手どうでしょうか、勝てますか。暗黒窓を使ってきた時にはもうびっくりしたけどね。で、クローズを召喚。俺のターン。で、稲妻の剣を握ります。俺に力を貸せ。そして顔面をタコ殴りにしていきます。いや、覚醒したドラゴンミニは僕の楽しい。なんだこのデッキ、なんだこのデッキパワーがある。イレブンテリーはニマちゃんを召喚します。で、ここで注目すべきは激レアの剣士の素手パンチです。あ、パンチが炎のパンチ。ここまで見てくださった方ありがとうございました。また2試合目もですね、面白い試合になっておりますので、ぜひ見ていただければと思います。ここで帰られる方はありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方ぜひよろしくお願いします。はい、どうもこんにちは。2戦目お越しいただいてありがとうございます。2戦目は1戦目よりダラダラ実況していきましょうかね。あのカットとかしていっぱい編集するの大変なんで。ただそれだけで、高校のテリーが弱いんだよな。いや、先行か。先行のイレブンテリーってなんか、2ターン目まで全然動けなくない？いや、3ターン目までか。いや、あっちも結構遅めなんでいいんですけど、早めの相手と戦った時に、やっぱ3ターン目からユニット出し始めるのはちょっと遅いんだよな。そこがちょっと改善点かなと思います。まあ、改善するんだったら、クレイジーボーナスは絶対2枚欲しいんで、このデッキは。うん。必須です、クレイジーボーナス2枚は。なんで、大防御を、ま、スライムとかに変えたりするのがいいのかな？うん。スライムにすんのはいいのかなって思いますね。うん。ま、それはなんか、皆さんで考えてください。正直、クレイジーボーナスは1枚で十分。という感じで、言霊、小玉使いが来てくれたんで、結構いい感じに回ってますね。で、ここもちょうどかくれんぼが来たので、まあ、救われてますね。かくれんぼを召喚します。うん。で、引いてきたのが言霊使いと。言霊使いでいいんだよね。小玉使いかな。でも小玉使いっていう感じじゃないよな、服装が。ターバンマンって感じだもん。ターバンマン。グリーンターバンマンジュニアみたいな。プロレスラーみたいな。そういうことですよ。うん。お相手、まあまあ弱いですな、その動きは。うん。アルゴリザードも強いですね。リザードで突っ込んで、うん。これはテンションスキルで取りそうですね。盤面は維持したまま頑張ろうとしてますね。これサイコロンとか、サイコロンとか来たらどうすんのかな。まさかサイコロンが来るなんて、そんなわけが。あ、でもこれでいいですね。合計 7HP 分になったので。ここで怖いのは、全ての可能性をこの手に。太陽のタロットじゃない。忘れてたけど。何使ってんの相手。面白い。おもろいの使っとる。めちゃくちゃおもろいの使っとるわ。で、早速占い師の交換所に入って、
うん、次のターンにまとめて燃やす作戦ですね。やってやるぜ。とてもいい作戦だと思います。失敗してないと思いますよ。でトンネラーも引いてきましたと。うん、で次のターン何もしなければ取られちゃうなと思ったんだけど、まさかもしかするとクレイジーボーナスがっつうか手札重っ。何この手札やばくない？3-7揃ってんだけど、絶望的な手札。逆転、そして逆転への兆しを使ってきます。これを使ったミネアさんは勝ち誇っていることでしょう。まさか相手がクレイジーなやつだとも思わずに感謝します。クレイジー決まった。まさか相手のおかげでクレイジーボーナスが揃うとは。1コスト1列のクレイジーボーナスは実質4コス77のレジェンド3枚ドローですね。この3枚引いたレジェンドは全部結構いい感じに使えそうです。なんてったってゼルドラドンがいるからね、かなりいいでしょう。見せてやるぜ。でこちらの8ターン目、うん、先ほどとはえらい違いの手札になってますね。さっき7コスが3枚とか絶望的だったけど、他力本願でいい感じになりましたね。うん、盤面もめちゃくちゃ取り返しています。今日は酒場はお休み。いいなあ、ロマンだなあ。英雄の勇姿を皆に見てもらうでござ。でもやっぱり1コスト下がるだけだとあんまり恩恵受けてない感じあるね。でも3枚ドローってだけですごいから、全ての可能性をこの手に、うん、俺はそう信じてる。で燃やされますと。燃えなさい。まだ死ぬべき時ではない。これちょっと強いな相手。うん、でも2枚入ってくれたらかなり嬉しい。まだ死ぬべき時ではない。これ以上ほぼ回復しないでしょう相手。いいんじゃない？あー、なるほど。うまいですね。お相手コインに偏りすぎないでうまく交換所を使っている印象です。ですが、うちのロマンの方が強いですね。ゼルドラド。しかも9ターン目です。これは強いでしょう。9コスゼルドラドが入ってるテリーのデッキってだけで強いでしょう。揃ったゾロ目こそは1で弱くても、やっぱり強いカードをつけが引ければそれはそれでやっぱり強いんですよね。逆転への兆しを使ってきました。もう絶対取らないといけませんからね。そこを強制できたところも強い。さすがゼルドラドさんです。結局強いのはゼルドラドみたいな。いいっすね。見せてやるぜ。お相手毒ダメージが入っています。毒テリーで、過ぎ去りし時を求めてを発動します。神曲ですね。そしてかくれんぼを召喚していきます。かくれんぼは2コスですし、あ、攻撃力2ですしコスト0になってるんで、過ぎ去りし時を求めてを発動してからすぐに召喚することができて、しかもステレスなので次のターンまで生き残りやすいっていう点がとてもいいところだと思います。いやー、あー、で、サイコロンが出てきました。しっかり取られましたね。でも、しっかり自分の手札には攻撃力2、コスト001の3枚がいますので、余裕ですね。なかなかね。2試合目もクレイジーボーナス2枚が発動できそうです。次は何が出るかな？で、お相手も毒でかなりきついですね。何が面白いってやっぱこの並べてる時が一番楽しいからな。もう一番私服いけー。クレジボーナス4回目のビッグボーナス。なんかニマちゃんが多い。ユグノワの王子、あんたのありったけの力見せてみな。己の力を最大限に引き出すんだよ。
フーディーもびっくりの炎のパンチ。んーピッチ。何それ何この逆アインみたいな。さて例え下手 かしら。これはもういいでしょう。勝ちました。しかもタロットフリングにも見放されてますね。失敗しました。まあどっちにしろ圧倒して勝ちでしたね。全ての可能性をこの手に。太陽のタロットも終わってますし、エドガンが2枚あった。これ面白いよな。それ強いのかな。それいやとても楽しかった。楽しい試合が取れました。もうほんとね、動画上げるとかじゃなくて心から普通にこの試合が面白かったと。でお披露目の意味も込めて召喚しました。対戦ありがとうございました。間違っていたというの。最後までご覧になっていただいた方本当にありがとうございました。皆さんの一再生、高評価、チャンネル登録本当に励みになっておりますので、ぜひよろしくお願いします。ではまた投稿します。じゃあねー。